はい、行きましょう。はい、ね、今日は、まあ、そういったあの時代を読んで、この1年あと8本、はい、やっていこうということで、うん、あの、まあ、医療業界を含めてね、うん、あの外国人のね、まあ、留学生を含めて、あのどういうふうにこう活用というかね、一緒にやっていけるかなと。日本で日本人、まあ、まず日本で増えたな。めっちゃ多いな最近。そうですか。でも、まあ、今入ってこないで、入ってきねえ。だからまあまあこれコロナいつや、もうえコロナで今1年ちょうどジャスト1年か、はい、だからその前から どうやねん。だからその前に入ってきた人やろ、当然。だからこの3年ぐらいでめっちゃ増えたんちゃう。そうですね。なあ、ベトナムの人多いな。ベトナム多いですね。ベトナムとかミャンマーも多いわ。ミャンマーも今ちょっとごちゃがやがやってる、はい、ベトナムとか、あとあっち言うてバングラデシュちゃう、あいつだから、ネパール、ね、おお、はい、インド系の人、はいはい、あの辺の人めっちゃ増えたわ最近。多いですね。おいおい、これからもっと増えるわ、ね、うん。で、あの私の知り合いも実はね、まあ、留学生とかね、うん、でやっぱりその留学生というのは、まあ、バイトをね、うん、で暮らしていくという、うん、で特にバイトといったらやっぱり飲食が多いんですよ。やろうな、多いんですよ、うん、でそうなってくると今もうバイトのするところがないと、うん、いうことで相談を実は受けてましてね、うんうんうん、で日本語勉強なかなか追いつけない。日本語学校。日本学校で2年か、2年ぐらいか。そうですね。うん、で知り合いのあの介護関係の病院とかね、うん、にも行ったけど、やっぱり日本語はやっぱりね、たどたどしいとか。そうそう、でやっぱりこう細かい、おじいちゃんおばあちゃんが不安になる。そう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 。そうそう、なかなかね、やっぱりバイトもなんかないと、うんうん、いう状況なんでね。うん、そのあたりをこういろいろ考えてはると思うんでね、うん、いや考えてはなんかさっき話で、ああ、そうそうそう、ちょっとそれに関連するんでね、さっき話したわけよ、はい、あなたにね、はいはいはい、ちょっと1人か2人ちょっと連れてきてと、一回やりたいことがあるんで、はい、で、あのね、もう絶対使わなあかんっていうふうになるよ外国人な、うんうんうん、で使うっていう言い方おかしいけど、外国人の雇用をしっかり守りま、うんうん、ま守りじゃなしに、あの外国人にちゃ、こう外国人にこう、あのなんていうかな、盛り上げてもらおうっていうところが必要になってくるわけよ、うんうん、で今さっき言ったように飲食とか、あと要は介護ね、うん、そういう職場しか、うん、活躍できるところはないっていう、まあ仕方なしにもうそういうとこしかないっていう、これね。でまあもう一つ言うと、日本の中の今、まあ、仕事で言うと、例えば IT とかね、うん、IT 系とかね、うん、もう両極になってくるわけよね、うん、多分な、うん、だからじゃあもう日本人の仕事も一緒よ今も、うん、どっちかやったら、うん、でね、俺あのシステムは日本ないんよ、このシステム今、うん、メイド、あ、まあ、普通の国、普通っていう言い方おかしいけど、大概の国はメイドさんがおるわけよ。フィリピンとかね、うん、でもインドネシアでもそうなんや。あ、なるほどね、うん、だからめあのてめ、まあ、料理は別としても、まあ外うん、マレーシアでもそうやけど、外食、あ、彼ら外食ばっかりやから家であんまりご飯作って食べへんから、お掃除とかね、うん、そういう家の手入れ、そういうのはもう全部メイドさんがおるわけやっぱ、うん、で日本でメイドさんおる家ってほとんどないやんか。ないですね。昔ちょっとあったような気がするけどね、昔はね、うんうん、僕のあの同級生で金持ちのね、うん、いやいや、だからほんまお金持ちの特別な人やん、そうそうそう、ごっつい豪邸住んでね、メイドさんおる言ったら、でもそれが普通にならないとあかんと思うわ。だから、あの例えば、ダスキンとか、ああいうのがお掃除本舗とかあるわけよ、お掃除、ね、お掃除、家のお掃除やってもらうとかいうところもあるけど、多分もうそういうふうになっていかないといけない、メイドさんっていうか、もう、だから要は夫婦共働き、お父さん、お母さん、両方とも働いて、夫婦で働いて、忙しい家庭多いわけよ、で言えることはもうそういう人に任せると。ただ一つネックな、外国人をじゃあ住み込みでもええわ、であの時間で区切ってもええけど、やっぱなんか悪さされたら困るとか、ありますよね、物持ってかれて繰り返逃げられたら困るとか、そういうのが、はい、そこがやっぱり一番ネックになってくるな。じゃあそういう運営会社はどうせなあかんのかって、そこもまだ難しい、リスクが大きすぎるかな。
だから、まあ、運営会社でよりは直接交渉してもうそういう人たちにメイドさん、まあ、メイドなんでメイドになったか分からないけどありえるんよ十分。まあいきなりね我々が大人数からそのたくさんじゃあベトナムの人でもフィリピンの人でもいいしその何やったっけあのネパールネパールの人たちが大人数抱え込んでなんかじゃなし、まあ、まあさっき言ったようにまずは1人2人と、あの来てもらって分からんぞで ここでも住んでもらって、いいですね住んでもらう住んでもらおうよ、住んでもらってそちらを来てちょっとねご飯はもう俺の家食べに来いと、それでいいと思うよ。そうですね、でそれでちょっと少しずつやれる仕事をやっぱやってもらう、もう忙しいんだ俺もうアホみたいに、もう気狂いそうなぐらい忙しい、時々来ますので、うん、なそういうのをやってもらう、それがいいかも、はい、まあ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 でもやっぱり外国人まあね今本当あの我々がってあの外の国にね外国へ行っていろいろっていうのを今交流できないんでやっぱり来ても、今日本にいる人その人たちと交流しながらっていうのが大事、1年がやっぱりなかなか難しいと思うんで、ほんで日本に今いる留学生とかそのあんた言ってる、ね、あのね就労で来てる日本に、はい、若いじゃない、若い、そういう人たちはやっぱ交流するのはいいよ、若い人たちと。やっぱりな、それやっぱりね、違った文化やからね。で、俺競売含めて今不動産買いに買いまくってるから、もう今この2月で9個ぐらい買うてるわな。まあ、忙しいのな、だから それも手伝ってくれ、そういう人たちが一緒に俺の、はい、バタコとしか言えない、軽トラックで荷物処分するのに一緒に行ってもで、これが日本の家の残事物全開のああいうとこ掃除してもらったりとか、いっぱいあるの仕事、もう頭おかしいなぐらい、まあそれと1人2人連れてきたそのネットワーク非常に大きいですからね、ほんでたまにランボルギーニ乗せてあげるランボルギーニちょっとだいぶ違うけど、まあまあいいじゃないですか、ベロボーのまま日本でな、トラックとランボルギーニ乗ったりみたいなねどんなとこやねん誰やねんかもわからんけどね、はい、ネタ、もうなんか全然内容なかったね、今の。いや、そんなことないよ。あった？めちゃめちゃありましたよ。お前、全然あるよ、日本語あんまりでけへん人よ。で日本語ベラベラで、俺嫌い言うとんやけど、せんでみよう。いやいや嫌いじゃなしに、俺が英語で話したいわけ。英語やね。向こうも英語片言やから、片言同士で英語でやっぱりやりたいわけ。フィリピンの時、英語はまあまあ言ってます。で、宇宙の医療機関でもね、ちょっと手伝ってもらう時も、日本語話すなと。もうあなた英語しか喋っただけだと。タガログ、フィリピンの言ったらタガログ語もダメ。もう英語だけにしなさいと。なるほど、英語で行きましょう、あんなの。で、お客さんも、もう英語しか話したらあかんと。お客さん、おばちゃんは話せない。いや、あかんと。そういうの、そういうの面白い。なるほど。だからここに、あの、ネームプレートね。日本語は話しませんっていう、はい、でお客様にも日本語は話さないでくださいと。すごいね、東大阪で日本語は話せないクリニックみたいなないよ。クリニックもそうやけど、俺だから飲食店も、例えば飲食店やるんでも、俺絶対に日本語話すなっていうやつやってやりたいわけ。あ、なるほど、例えば、ネパールやったっけ、ネパール料理店ってやったら、もう日本語話すなと。で英語もあかんと。ネパール語って何や、ネパールか、何語や、ネパール語です、ネパール語しか話せなと。分からへんよあれじゃあまた時間、はいはいはい